いい匂い。置いちゃおう。しかもこれ生のやつだから今しか。看板形が、じゃーん、ありがとうございました。セレモニーも初めてで、こちらも飾っておきます本日。綺麗に飾れないからやっぱりちょっと。ありがとうございました。こちらの方もこんばんは。ゆうなん、ゆうなん今日帰れたんだ。帰れたよ、帰ってきました。そんな終電とかにもならず。わっ、そう、花束ありがとね。ひたんから聞いた。嬉しかった、ありがとうございます。ゆうなんの分まで。そう、画角的にちょっと厳しかったから、でもすごく嬉しいです。ありがとう、準備してくれて嬉しかった。今日でなんか仲が深まった気がする。わっ嬉しい。私もそう思う。みんなと結構仲良く深まったかなみたいな。嬉しい、ありがとう、来てくれて。みやびさん結婚してありがとう。無理、ありがとう。こんばんは。みんな今インテックス大阪なの？もうさすがに帰ってるか。谷さんお疲れ、ありがとう。楽しかったよ、家着いたよ、お疲れ様。かなうちゃんが朝ゆうなんに起きてる、朝ゆうなのに起きてる時に笑われたって、ちょっと面白い話があるんですよ。そう、ホテル同部屋だったんよ、かなうと。サイン永久保存版で保管しておくね。よろしくお願いします。永久保存版で。昨日時お疲れ様、ありがとうございます。かずいさんお疲れ、ありがとう。誰なんゆうな。魂だけ参加でしたが、ありがとうございました。はい、魂だけ来ました。ありがとうございます。ありがとう。そう、初めてのね、4時間お話し会で。個人的な秘密。ガトーショコラさんありがとう。まえちゃん、ニョッキーミルさんお疲れ、ありがとう。出ます元気さんありがとう。おかわりただいま。わー嬉しい。5月17日の握手会まで予約してくれたの嬉しすぎる。そう、全受付中なので。お待ちしてます。ゆうなの今日ありがとう、元気もらえた。私も元気もらえたよ、ありがとう。花束持って手を振ってるなんかありがとうです。セレモニーもね嬉しかった。みやびさん花束ありがとう。カメリアケさんありがとう、ありがとう。リタさんお疲れ、ありがとう。かわいもありがとう。クリスタル持って帰った、そのままなんか今日持って帰った。何も特に言われなかったんだ。あ、もう普通持って帰る、持って帰るんやって言って言われて、あ、え、なんですかって、持って帰る、あ、持って帰りまーすって言って、持って、普通に持って帰った。嬉しかったです。世界で一番好きなやつ、ありがとう。ユニバースさん、世界で一番好き、ありがとう。本当に。ヤシガキさん、結婚してありがとう。無理。無理無理。いや、アンちゃん、ありがとう。スケーモンさん、トロサマドラゴンさん、キクシャン、お疲れ、ありがとう。マキマキさん、おめでとう、ありがとう。たくさんありがとう、マキマキさん。ワイルさん、ソダキチさん、ありがとう。おしゅういちさん、ピノさん、おめでとう、ありがとう。クリスタルの郵送費助かります。そうなんや。
でも結構ずっしりしとるんよねこれ。びっくりした、重すぎて何が入っとるんやろうって思って。すごいずっしりしてるんです。わ、世界で一番好き、間違いじゃない。山猫坊主さんありがとう。世界で一番好き、本当にありがとう。めっちゃ可愛いもん、ありがとう。山猫坊主さんありがとう。みやびさんありがとう。ポテチさんありがとう。ハメゴゴさんありがとうございます。ポテチさんありがとう。こんばんは、帰ってきました。お、今日は大阪のホテルでのんびりします。そうだね、大阪で今帰ってる方と、ホテルに泊まってる方と、まだインテックス大阪の方はいないかな。セレモニー後立ち上がったら腰痛めた。ありがとう、横断幕嬉しかった。あ、嬉しい。広島握手会申し込んで嬉しい。ありがとう、今日楽しかったね。嬉しい嬉しい、最高のひとときが過ごせました。また会いに来てね。こんばんは、2月が待ち遠しい。うわ、嬉しい。そう、お話し会受け付け中なのでお待ちしてます。お花受け付け中。まあ、あれ、また綺麗になってる。嬉しい、ありがとう。お宅の絆は深まった。そう、ミューポン最後だったの。写真撮りたかったんだけどね、撮る時間がなかったの。ありがとうございます。隣にいたけど、あざした。もう会いに来てくれるんでしょ、次のお話し会楽しみにしてるよ。ありがとうね、ありがとうございました。シーツ、シーツはまだ届いてない、ベッドのシーツは横断幕ね。赤いだぬきさん結婚してありがとうぶり。安部さんめっちゃステッキ、ありがとう。ステッキ。リラックマさん、カンさん、ションちゃんありがとう。世界で一番好き、ありがとう、本当に嬉しい。オリちゃんありがとう。ユッキミルさんありがとう。そうなんよ、今日なんかね、おしましでね、来たかったって言ってくださる方、そう、なんか聞いてちらほら聞きましたよ。またそのおしましで今日会いに来たかった分、あの今受付中のお話し会で会いに来てほしい。こんばんは、ゆなん可愛かったから。え、そう、今度からはね、握手会になるのよ。イエーイ。しんいちさん結婚してありがとう、無理。ありがとう。そうなのよね、増えたね、コマ部数がね、レーンが違ったりで。サンタさんは着替えてきました。サンタユーナンはね、インテックス大阪に封印してきた。インテックス大阪に置いてきたサンタユーナン。でも今インテックス大阪行ってもユーナンはいません。封印しても多分来年も切ると思う。来年も多分やってる気がする。わ、嬉しい、神戸と広島の握手会取れた、嬉しい。楽しみ、今から楽しみだにゃ。こんばんは、溶かした分があったのでおしましていきました。え、おしまし今日できた、嬉しい、ありがとうね、来てくれて。隣のレーンから見えたけど可愛すぎた。嬉しい、今度会いに来てよ。今度会いに来てよ。今絶賛受付中なので嬉しい。その気の
気持ちのまま申し込んでくれたらすごく嬉しいです。会いに来てよ、そう言ってくれるのも嬉しい。ジェスチャーゲームも難しかった、あれイベントスペースみたいな。でもめっちゃ楽しかった、あれもう一回やりたい。リオのたこ焼きがコスパ最高なので大阪でのたこ焼き食べませんでしたよ。まあわかるけど、わかるわかる。リオのたこ焼きも最高でコスパいいけど、美味しいからね、大阪のたこ焼きも美味しいよ。コスパ重視なんだ。あ、ひまわりのアバターの方ありがとうございます。ギフトありがとう。ユナのブランケットの使用方法教えてください。寝るときにくるまる。昨日も今日もありがとう。そうなのよ、そうなんです、 2days でした私は。ユナ2日間ありがとう。ちょっと大失敗したけど。なんのこと。あん、のんたんさんありがとう。ほまやごごさん、りっちゃさんありがとうございます。こんばんはんこんばんはんこんばんはん。そう、ククルのたこ焼きでも今日はわなかのたこ焼きが差し入れでした。塩味とソースみたいな。昨日の公演で 2.5&3 期生にハマりました。嬉しい。昨日のね、昨日もう体力をすべて使い切った昨日。嬉しい、また見に来てください。隣の例からバレないように隠れてた。もう今これ言っちゃってるやん。また会いに来てみんな。2月の神戸ほんま行きたすぎて泣いてる。うわー、もう来てほしい。私も泣いてる、会いたすぎて泣いてる。言うだけでした。嬉しい。今日とても楽しかった。ありがとう、皆さんありがとうございました。 ありがとう。ユナは会うたびに人見知り減ってる気がする。そりゃそうよ。みんなと話していくうちにね、やっぱ信頼関係というものが築き上げてきますからね。あ、確かにクリスマスコンサートワンチャン封印解かれるかも。本当目に焼き付けた、今日嬉しい、ありがとう。サンタは来年、どうだろうね。今年でもまだクリスマス来てないよね。めっちゃさ、なんかね、クリスマスサンタ着るともうクリスマスかと思っちゃう、勘違いしちゃって。いや、まだ全然クリスマスじゃなかった、びっくり。オンラインはどうも。会いに行きますね。嬉しい、待ってる。絶対待ってる。サンタ。そう、この2日間美味しいものもたくさん食べたんですよ。リクロおじさんのチーズケーキは2日間とも食べたし、たこ焼きも2日間とも食べたし、大阪といえばって感じ。リクロおじさんのチーズケーキほんま美味しい、あれ。しかもさ、私今日食べたのがさ、多分出来たてのね、朝一番ぐらいに入る人だったからさ、一番に入る人で、リクローズさんのチーズケーキ出来たてでね、美味しかったんだ。昨日もね、 NMB さんの劇場公演、市長公演で差し入れしてくださってて、羨ましいだろ。リクローズさんのチーズケーキあれ美味しいだろ。しかもね、 NMB48 さんの劇場では出来たてではないんだけど、電子レンジが劇場のそう、メンバーの控え室みたいなところにあって、そこでチンして食べたらめっちゃもうふわふわだった。ふわふわ、リクローズさん美味しい。リクローズさん買うのめっちゃ並ぶ。そう、今日もね、大阪駅にもあったんだけど、結構いつも並んでるイメージがあって、
リクローザンの何何、あ、551も食べた。今日たくさん差し入れがあってですね、そうめっちゃ大阪満喫でした。リクローザンのチーズケーキをワンホール丸ごと食べるのが好き。うわ最高やな、最高、夢ですね。大阪グルメでしたね今日は。高橋さんありがとう、ヒロさん結婚してありがとう、無理。ワールさんありがとう、ルースさんありがとうございます。そう肉まん551の、もちっこきなこっていうのがあるの、リクローゼさん。え、そうなん、あのチーズケーキしかないものだと思ってた。そんな美味しそうなのがあるんだ。それも美味しそう、絶対美味しい。チーズケーキが美味しいから美味しいに決まってる、それは。NMB 劇場公演リハーサル入れて4公演分お疲れ様。そうなんよ、そうなのですよ。今日、昨日の公演は、リハーサルが2公演分丸々ぶっ通しだから、そうなんです。実質4公演分踊ってました。初めてこんなに1日で踊ってましたっていう感じで。リクロユーナのチーズケーキ、ないです。ないです。慌てんぼう言うな、サンタ。慌てんぼうのサンタクロース。クリスマス前。ねえねえねえ、そういう方多いんですけど、今日、ゆうなのレーンと思ったら並んだら、ひーちゃんのレーンだったっていう方多くて、みんな何やってるの、本当に。オタク同士のハートもめっちゃ笑った。どんな失敗、集合写真さ、本当に何やってるの。他のレーン並んでてさ、セレモニー間に合ってない方いるんですけど、本当にありがとうございます。セレモニー開いてくださって、間に合ってない方は本当にどういうことですか。どういうことですか。まあ、ユナの初めての昇格セレモニー、あの他のね並んでて、これはもう次はお説教ですね。間に合ってない人なんですけど、なんですけど、それでさ、なんか隣がひーちゃんレーンだったんですけど、なんか隣からなんか申し訳なさそうに、なんかこうやって拍手してて、おいおいと思って、ちょっとなんか何か見て、なんかに何よくお見かけする顔の方がいたんですけど、ほんまに。おいおい、ほんまにそんなやつがいるのか、許せん。あんただろう、あんたもだろう。本当にそのようなことがありました。でもすごくセレモニー嬉しかったです。こんばんは。そう、事件ですねこれは。そう、魂でたくさん参加してくださってる方がいて、あとさ、面白いポストを見たんだよね、なんか。そう、私がさ、なんだっけ、
セレモニーのモザイクかけたさ、写真あげたらさ、モザイク貫通界隈みたいなめっちゃ面白かったもん。モザイクかけてるけど貫通してるファンの方がクセクセ強くてモザイクも貫通してるファンの方がいてめっちゃ笑った。あのポストマジで笑った。でもすごく嬉しいです。本当に今日楽しかったですよ。モザイク貫通界隈って初めて聞いたわ。モザカン界隈略してモザカン界隈カムカムさん可愛い、ありがとう。わらびもちさん、まえちゃん結婚式ありがとう。無理ありがとう。バババさん好き、ありがとう。ありがとう。無理ぞ。でもなんか多分公式の X からも上がりそうよね。STU の。なんか最近上がっとる気がする。セレモニー。ぜひ、ゆうなんサンタ全身写真を久しぶりに、全身写真ポストしたので。めちゃくちゃ喋っとったのにさ、止まっとるかもしれん。どこまでさ聞こえてた？充電が一瞬だけだった？じゃあ結構話しててもやつは届いてたかな。ちらっと遊南サンタが見えたあたりぐらい。あ、ってことはそう、 X ポストしたのでぜひチェックしてくださると嬉しいです。コメント嬉しい。 X でコメントしてくれるの待ってます。公式ポストあるかな。ありそうよね。ある気がする。ゆうなんさんと可愛い、直接見たかった。私も会いたかったよ。会いたかったよ。また会いに来てね。また会いに来て。会いたかった、イエス。君に。そう、今日はサンタでした。X で上げてるから、ぜひ写真見てね。岡山駅で電車待ちな。よー、終電ギリギリでありがとう。ありがとうね、来てくれて。たこ焼き食べましたか？はい。イエスイエス、食べました。よっきみるさんありがとう。くま鎌倉くまありがとう。まちゃんありがとう。がんちゃんよしさんお疲れ、ありがとう。かわいい、ありがとう。リフレインありがとう、ありがとう。かまかまさんありがとう。あみたさんお疲れ、ありがとう。出張公演楽しかったです。お、ゆうなのこともどうでしたか？なことどうでしたか？ありがとう。そうそう、 AKB48 さんの劇場もリニューアルしてるの見た。すごかった。そう、集合写真入ってくれてありがとうね。うちわまで売り切れたメンバー少ないのよ。ゆうなすごい。うちわもそう、なんかねあれみたい、アクスタ売り切れ取ったけん、うちは買ったって言った方がいらっしゃって。見たいんよね。そう、どこでどうやってさ、グッズが販売されたんか自分、わからんくてさ、グッズの表みたいなのがあったらしいんやけど、それ見たかったんやけど。誰か写真撮ってないですか？どんな感じだったんやろうって感じです。好きな虫が亀でした。うわ、嬉しい。好きな虫
褒めてくださる方多くて嬉しかった。センター楽しかったです。好きだまし、好きだまし、そう、昨日の夜3期生でご飯食べに行ったんですよ。なんで知ってるの？それはわかるか、なんか配信が一気にババババって終わってたらわ かるか。食べに行きました。みんなで大食いした。今日ゆな、メールたくさん可愛い写真ありがとう。こちらこそメール撮ってくれてありがとう。ありがとう。夢逃げいいよね。アクスタ最後の1個変えた。最後の1個だったの？しかも今回のアクスタなんかめちゃくちゃでかくない？ でかでかアクスタじゃない？撮影禁止なの？グッズの量？あ、そうなんだ。知らなかった。ああ、知らなかった、それは。そっか、なんかスマホ使ったらいけないんかな。嬉しい、グッズ買った報告ありがとう。嬉しい。今日は大阪が夢の国でした。いや、最高。私も楽しかった。ありがとね。今日、大阪、なんかね、大阪さ、串カツを食べに行こうと思っとったんよ。みんなでね、3期みんなで食べに行こうと思ってたんやけど、時間が時間っていうか、なんかもう入れなくて、人数が多くて、9人だから。だからね、諦めて違うところに行きました。わ、嬉しい。ユナグッズ買った。ありがとね。ありがとね。NMB48 テッドさんのセリー上がれてないんよ、私。上がりたかった、あれ。セリー。全部で8個。本当に言ってる？本当に？アキラ先生会ってないんです。お会いしてないです。ユナの待ってますって書き方がいいかつ。待ってます。待ってます。会いに来てね。会いに来てほしい。お、帰宅。お疲れ様です。ユナも先ほど帰宅しました。言い忘れたけど、Tシャツ。もう、そう、なんか、そう、T シャツ持って帰ります。持って帰ります。ありがとう。欲しいって言ったけん。ありがとね。ありがとね。わー、すごい313。ありがとう。推ししかカタンタワー？嬉しい！ありがとう、313。掛け軸、めっちゃ推ししか勝たんやった。嬉しい。ありがとう、313。今日も来てくれてありがとね。ちょっと今、手元にかけるものがないから、スクショさせてまたお礼させていただきます。今日ありがとう、来てくれて。めっちゃ嬉しかったよ。明日からも頑張ろうね、一緒に。お疲れ様です運転。ありがとう、さえちさん、嬉しい。ミニロングブーツ、なんかね、ブーツも指定があって、全部ね、あの今日のサンタの衣装は指定があって、服も決められてたし、ベルトもね、白とか黒とかいうのも決められてて、あれ気づいた？サンタのさ、ベルト白と黒どっちもあるの。あとショートブーツとかロングブーツとかも全部違うんよ。
全部ね、自分はショートブーツだったかな。ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうね。去年の福岡と、え、自分違った、サンタの衣装今年と去年と違う。なんか去年はなんか研究生は、3研究生は全員半袖でした。なんか先輩は全部全員半袖で、3研究生は全員なんか半袖だったんですけど、今年は全員長袖ということで。でもなんか先輩で半袖にしたい方はなんか袖を外したらなんか半袖にできるみたいな。そう、いろんな形があるんです。そう、寒そう、寒かった今日。お昼暑かったのに寒かった。ゆなめっちゃスタイル嬉しいです。足見せた方がスタイルよく見えるのかな。ひーくんかわいい、ありがとう。去年よりスカートが長くなって残念無念。なんかそのような声をいただきます。よくごめんね、長くて。ごめんね、指定だからね。あ、昨日今日楽しかったけど、あさってのチェキサイン会も楽しみ。確かにいっぱい続くね。あきら先生、私もお会いしたことありますよ。話したこともあります。お前、ゴーゴーさんありがとう。明日から課金。何の課金。キムチコーンフレークさん結婚式ありがとう、無理。ありがとう。そう、ジェスチャーゲームね、あのリアチューがおもろかったんよ。リアチューおもろかったわ。STU の伝説のダンスの先生って誰なん？みんなからすると誰なん？明日ってのチェキサインに多分配信見れないで、あすかよろしくお願いします。了解。そう、見れない方もね、いらっしゃると思うんです。思うんですけど、手元には届くのでご安心ください。たくさん愛を込めて書かせていただきますよ。わかる。朝は、ね、なんか暖房がめっちゃ効いてるところとめちゃくちゃ寒いところがあった。なんかサーヤンさんがポストツイートしてたけど、サーヤンさんの目の前が暖房で目がパキパキでって言って、そういうポスト見て、まあ、自分ももう肌がめっちゃ乾燥して、もう乾燥肌っていう感じでした。今日はめっちゃ乾燥してた。暖房とかで乾燥するのかな。わ、ユナセリカって優しい、優しい。見れないと思うので、了解、ありがとうね。了解。愛子さんまでも言い合いになったというダンスです。なるほどね。なるほどね。そう、リアチューがね、ヤンキーのジェスチャーゲームだったんですよ、今日クリスマスので。なんか自分のチームと、あのヒータンとリアチューとミユポンとさやかりんさんのチームと、私とリコチさんとイケちゃんさんとサコさんのチームで対決、ジェスチャーゲームの対決したんですけど、なんかお題が出されて、その他の3人が答えるって感じで、リアチューがのお題が全部難しくて、難しいのかな、なんかヤンキーみたいなやつがあって、リアチューがこうやってこんな感じでやってて、もうあの胸ぐらとか掴んだら、あのよく分かったんじゃないかなとか、こうやってリーゼントとか、そう、なんか自分がやらんときはさ、なんかこうやってやったりしてさできるけどさ、自分のときはさできんよね、なんかヤンキー座りみたいな。自分ちょっとヤンキーやってみたかったなって思った。でもそのリアチューが可愛かったから、もうオールオッケーってなった。そう、自分のお題はね、ロボットとかだった。こうやってロボットとか、あとティッシュ配り難しかった。ああ、
こうやってヤンキーのお題こうやってそうなんよ。思いつくのは自分がやらん時に限って思いつくっていうね。ヨガとか難しそうやった。そうなんよ、私前回の席替えの時そう、熱だったんです。38度で席替えしてましたでもそうなんです、ぼーっとしてたかもしれん。でも楽しかったのは覚えてる。ちょっとあのこれあのNG ワードだ。めっちゃ熱かった思い出、前回の席替え、自分が熱かった思い出、でも楽しかった。今日ありがとうございます。行きます。はい、待ってますよ絶対に待ってますよ。嬉しい、来てくれてありがとう、ありがとう。あんなに会場行って言うのは2枚しか行ってないでもそんな早めに来てたの、今日早めに来てた。なんか X のポストで見た気がする。そう、チェキは今週というかもう明日が、もう今日が明日だから明日になります。本当は明後日だけど、だから今回のチェキ会では絶対に熱を出さないっていう。今回のチェキ会で熱を出したらもう私はチェキ会イコール熱っていうことになるから、絶対熱は出さない。自分がヤンキーとは自分がヤンキーだと言い張ればヤンキーなんでしょうか。え、境目わかりません。ヤンキーとか言っても全然ヤンキーじゃないでしょうおらおら、ムラグラをつかむジェッチうまかった、嬉しい。だからあの他のなんかちょっとあの他の子が気になるなーとか、あの気になってるなーとか、まあ、別にいいんですけど、あの完全にあの推し変とかされたらもうオラオラって感じかな。でもそのようなことにはさせないでください、ユーナも。よろしくお願いします。ユーナ荒ぶるこんばんは。しょんちゃんありがとう。さしすせそさんありがとう。ひーくんかわいい、ありがとう。なんて弱そうなヤンキーも、じゃあ本気出してやろうか、本気本気出してやろうか ありがとう、キモかわいいよ、ありがとう、ありがとう。7時ついてたの、何してたの、何してたの。なんかそう、妙、なんか今日サイン会が本名だったんですよ。でそう、なんかでもさ、本名は本名だけど、なんかちょっと英語とかで書けたり、ちゃんとかくんとかは選べるよみたいな。そう、なんか本名だから、なんか結婚しようみたいな。うん、本名を知ったからといって、あの結婚はできませんということですよ、ほんまに。次帰ってほしい方、明日の最新で配信中、いや、うん、明日今日もう今日です、今日もしあったら、でもできるか分かんないから、もしできるかなぐらいで送っといてくれたら嬉しいです。今日でお願いします。今日めっちゃ楽しかったから、また行けるようにしたいと、いろいろちょっと、はい、よろしくお願いします。ほんまにほんまによろしくお願い。 X のプロフィールで直してくれるのそんなでもあのチームに入ってたら大丈夫よ
じゃあ入ったら大丈夫よ。今日はサイン時間が押して休憩の湯が、そうファンの皆さんもね、あちらあちらこちらや、忙しいですから、忙しい方もいらっしゃいますから。じゃあチェキには結婚 OK ですというメッセージをお願いします。それだけはほんまに NG でお願いします。ほんまに NG で大当たり、大当たりチェキすぎる。チェキ初めて、嬉しい。私も嬉しい。先ほど帰宅しました。お疲れ様です。来てくれてありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しかったよ。チェキ会楽しみだな。私もチェキ会ほんま大好きやねん、ほんま大好きやねん。チェキ会、あんなに高熱が出てもチェキ会できるのは楽しいから。チェキ会がオンラインチェキサイン会が楽しいから。多分40度ぐらいまでなら余裕でできる、あ嘘、余裕ではできない、ギリギリでやってたから38度でギリギリでやってたから。うん、やったやった。英語だ。英語何何？ See you very かわいい。See you very かわいい？ very かわいいだけ読めた。ありがとう。Thank you. Thank you so much. Thank you so much.自分で変なこと言って自分で不機嫌になる。ほんまにすいません。ほらこうやってコメント欄が止まってしまう。私のせい私のせい。もうこのような発作が起こらないように、私ももうそろそろ抑えたいと思ってて、こういうのを、こういうのをごめん、ありがとう。ウィーラーボール盛り上げてくれたんだね。石ハラスメント。多分この方、タイの方。あ、ユナウチョ。あ、Thank you! Thank you です。ありがとう。来てくれて。タイなんだ。すごい。遅くなりましたが、食後までと。ありがとう、嬉しいです。そう、嬉しい。今日でもたくさん食後までとって言ってくださる方が多くて、嬉しかったです。全然遅くないです。ありがとう。嬉しい。ひーくん結婚してありがとう無理。ともあきさん結婚してありがとう無理。ありがとう。こんばんは。ゆなねに行けなくてごめんねって言ってる。あ、そういうこと？そういうこと？そういうことですか。昇格セレモニー出たかった。みんな出てほしかった。みんな来てほしかった。嬉しかった。でも集まって来てくださった方嬉しかったです。嬉しい。嬉しいでした。後日なう。RG さんありがとう。ヤンピーさんかわいい、ありがとう。お疲れもありがとう。ありがとうございます。おー。また会いに来てね。また会いに来てね。絶賛今お話会受付中なので。いえ。いえ。迷ってて期間終わってたから次は買う。そうなの？嬉しい。じゃあまた会えるの楽しみにしてよ、楽しみにしてよーっと嬉しい。そうセレモニーね、間に合った方ありがとうございます、ありがとうございます。
今日は セレモニーは特徴ある方だらけで、出席メンバーモザイクがあっても分かりましたかな。よく言われます。モザイク突破会、モザイク何突破界隈、何だったっけ、モザイク貫通界隈らしい。You are very funny girl? Funny girl で合ってるこれ。Funny girl。わーマッツーさん、ありがとう、嬉しい、このタワーほんま可愛い。ありがとう。マッツーさん、ありがとうタワー、ありがとう、昇格おめでとうって祝いに来てくれて嬉しい。また、またお礼させてね。ありがとう。あつーさん、ありがとう。嬉しい。ありがとう。またお礼させてください。ありがとう、あつーさん。最近元気？最近元気なの？嬉しい、来てくれて。ありがとう。貫通界隈か。ファニー？変な人、変人って意味なの？まあ間違ってないからね。間違ってないけどね。こちらですよ。皆さん見てください。これみんな一回持ってみてほしいんだけどね。めちゃくちゃ重たいです。祝昇格。STU48 3期生、3期生石原優奈正規昇格日2024、全部ね細かく書いてあるよ。12月1日ショールーム STU48×レコメ番組出演オーディション、すごい。どこに飾るのねえ、どこに飾ろうね。でもなんかこれ結構ずっしりしてるからさ、あんま高いところには置けんよね。割れちゃいそう、落としたら。そう、すごいんですよ、めっちゃ。しかもね、多分ねこれ虎鉄が踏んだ跡もついてる。ここに虎鉄が踏んだ足跡がついてるの、かわいい。そう、綺麗なんです。なんかめっちゃねキラキラ光るんやけど、そこで粒踏んだ跡がついてる。これこてつは私が飼っている豆柴です。落とす前提なの大好き。もし落としちゃってもこんなの割れちゃったらもう本当に取り返しのつかないことになりますから、このまま飾っておこうかな。テレビのところとかに飾っておこうかな。のーちゃんいいね、ありがとう。愛の重さ、確かにこれはもう愛の重さかもしれん。初めてこれを取り出します。あ、何も見えない。うん。これもしかして、もしかして、変なことやっていいですか？こんにちは。こういうこと大好き。これこそ貫通界隈やん。貫通しちゃいましたね。ユナン貫通界隈。スマンギ教みたい、これ。皆さん、このショールームは今万華鏡になります。もしかしたら。
あれ、ここら辺、ここら辺になったら、あ、これはもう、これはもう万華鏡じゃないですか。ありがとうございます、本当に。見せようと思ったけどさ、やっぱ黒だからさ、見えるんだね。落とさないです。重たいです、結構これマジで1キロぐらいはあると思う。1キロ2キロ2キロぐらい、何キロか分かんない。ゆな透明感やばい多分ね。こういうのってなんて言うんだろう、クリスタルっていうの、こういうの初めていただいた。だっていざとなったら武器になりそう。なんでしないよ武器に。まあ確かに、本当、もう本当にいざのいざとなっても武器にはしないかも。でもあ、ビルマさん、ありがとう猫。ありがとうにゃんこ。最近サッチーが猫キャラっていうね、噂が立ってるんですけど、ユナも猫キャラになろうかな。ユイニャンに続くユーニャンになろうかな。にゃん。なんか最近なんかレッスン場とかになんか猫多くて、猫ばっかりいる。マッツ、猫ありがとう。ありがとうにゃん。マッツンにゃん、ありがとにゃん。みやびさん、ありがとにゃん、ありがとにゃん。みやびにゃん、あ、これはワンコ、ありがとにゃん。いや、そのかな、なんかね、レッスン場猫多くてにゃんにゃん言ってるみんな。そう、ユイニャンに続くユーニャンにしようかな、じゃあ。シーオフタトゥーだよ。あ、そうよ。違う。シーオフ、うん？シーオフタトゥーでハートになんて、ピースを逆で猫耳、猫耳、ニャニャン。ミシェルボーイさん、かわいい、ありがとう。のんちゃん、いいね、ありがとう。まさかずさん、ありがとう。ルメヤさん、結婚してしません、しません、にゃん。あ、にゃんちゅうだにゃん。あ、もしかしてにゃんちゅうだにゃーみたいな。にゃんちゅうだおーみたいな、だけどリアチューみたいな、にゃんちゅうリアチューみたいな。え、もうこれ、ゆいにゃんとリアチュー混ぜたらにゃんちゅうやん。え、これいいと思う。私、リアチューとゆいにゃんのコンビ考えた、コンビ名。にゃんちゅうですね。勝手に考える。何も言われてないけど、何も勝手に考えて私が公式にしよう。ゆいにゃんとリアチューのコンビ名、私が考えた。もうこれは公式にします、これは。にゃんちゅうだにゃーんっていうことで勝手に決めちゃった。許可もらいます。すごくいいと思う。にゃんちゅう本気でモノマネしてみて。マジで似とるよ、マジで似とるけど、ちょっとあのファンの方が減りそうで、やりません。やりません。にゃんちゅうだにゃーん。聞いてるんでる、そう、あの出てるんです。今日ありがとう、また話しました。また来てね、絶対何に来て。楽しかったよ、ありがとう。楽しかったにょーん、楽しかったにゃーん、っていう感じ。嬉しかったよ、来てくれて。皆さんも、皆さん今絶賛お話が受け付け中なのでお待ちしてます。待ってる、待ってるにゃん。待ってるにゃん。
このようなキャラではないです、ユーナは。待ってる、ニャンとかいうキャラではないです。どっちかというと。にゃーにゃん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 。そさちささちこが最近にゃんにゃん言ってる。こんばんは。猫化現象カエル化現象ならぬ猫化現象。コテチュンありがとう。コテチュン名前変えてるやん。ありがとう。天敷さんありがとう。無理しないでね。ゆうな大丈夫だよ。あ、ありがとう。ありがとうね。今日、りねさんの声響いてたなって聞こえた。りねさん面白くて好きです、本当に。マジ鼻。ガチです、これ。お鼻にお水やらなきゃ。頑張ってください、ありがとう。そう、聖火。素敵です。しかもね、大体ね、こういうのペンライトカラーで作ってくださってて、ゆうなん白とピンクが好きな色、白と薄ピンクが好きな色だから、ほんまにほんまに嬉しいです。でね、後ろがね、わあこれ時計になってるって思って、時計素敵、7時だって思って、7時って思ってたんですよ、時計かと思ったら。でもこっちを見たら多分時計じゃなさそうで、ただこれを止めてるだけみたいな時計かと思った。7時って何なんだろうって、止めてるだけだった。めっちゃ時計みたい、これ時計の針。このなんかね、柄とかもね、お花屋さんの匂い嬉しいです。生誕セレモニー参加できなくてすいません。ぜひまた会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとう。気持ちは来てたから。
皆さんに今日皆さんに言ってないことがあって、実はここで発表しちゃうんですけど、実はですね、昨日今日お話し会なのに、朝1時間目からお話し会なのに、なんかラーメン食べちゃってむくんじゃいました。ラーメン食べちゃってむくんじゃいました。だから今日ずっとなんかむくんでてそう、ラーメン界隈したんです昨日そんなことだと思いましたか。昨日3期でご飯食べに行って、そう、みんなやばい、むくみがやばいって言ってそう、でも みんなで食べたの、ラーメン食べた。なんかね、本当にお腹空いてる時って調子に乗るじゃないですか。お腹の空いてる時なんか調子に乗って、なんかこれも食べれるしこれも食べれるだろうなって思って、なんか注文が届く前になんか何個も注文しちゃうじゃないですか。それでなんかチャーハンとかも注文しちゃって、そう、なんか料理が届いたらうわやばいってなるんですけど、料理が届くまではお腹空いてるから注文しちゃって餃子はね食べてない。ミューポンがね水餃子みたいなの頼んでて、ミューポンミューポンもおもろくて、ミューポンもなんか間違えてなんか2回押しちゃってて、水餃子一つ食べる予定がなんか2個注文しててなんか困ってた。インスタ見てありがとう、インスタ見てくれてありがとう。インスタグラムも今日ストーリー上げたの。24時間で消えちゃうからね、ぜひ見てください。大阪の麺、なんか最初串カツ行こうと思ってたんやけど入れなくて、ラーメンもチャーハンも美味しい、美味しいずら。そう、大阪でよ、大阪の出来事よ、昨日のライブ終わりの出来事よ。ニョッキミルさんありがとう、ミシェルボーイさんありがとう、クニさんかわいいありがとう、ホズミさんかわいいありがとう。反応しないでありがとうなんか門芸みたいな、なんか昔のなんか妖怪ウォッチみたいな、コマさんみたいな、ずらなんとかずらーとか、門芸ってでも岡山弁らしいね。あ、岡山弁じゃないや、デーレーが岡山弁なんか、わかる。そう、取りすぎちゃうからバイキングスタイルは本当に向いてなくて、私マジで向いてないと思う。バイキングとか本当に調子に乗っちゃう本当に調子に乗ります、バイキングとか食べ放題とか ラーメン、なんか美味しそうなラーメン屋さんがあったんです。こんばんは。そして今日は551、そう、差し入れで半分にした551がございました。
チャーハンライスって何？チャーハンとライスってこと。みんなでむくめが怖くない。あ、そのような話もしましたね。お店の名前なんだったっけ？なんだっけ？でもなんかチェーン店とかじゃなさそうな気がした。何も私覚えてないやん。領収書見たらわかるかな。大阪行ったのになぜか赤からに行ってしまった。マジでわかる！マジでわかる。なんかマクドナルドとか食べたくなるよね。ほんまにわかる。マジでわかる。なんか、せっかく、皆さん、聞いてください。じゃあ今日はこのおすすめの、ゆいにゃんおすすめの、あの、大阪土産を紹介して終わりたいと思います。え、お店の名前分かったらメールで送る。え、分かる、分かった、送るね。わ、こっちのその、あ、そっか。そっか、分かんない。領収書見なきゃ分からない。大阪のお土産を購入してきたんですよ。あら、もう1時間配信してるのね。もうそろそろ終わりたいと思います。はい、お土産を紹介するの。そう、今日たくさんケータリング差し入れみたいなのがあった。そう、リクロおじさんはめっちゃ食べた。美味しかった。チャーハンをおかずに白ご飯を食べることなの。チャーハンライスってそういうこと。そういうことかね。岡山県、そう、なんか昇格みたいな。素晴らしい。デイリーも使う。こちらですね。これ買った、みんな、これ有名なんかな？たこ焼きクッキー、たこ焼きそっくりクッキーみたいな。これを購入しました。これ知ってる？大阪のお土産でなんか美味しいらしい。ゆいなが買ってて、で、1個もらって、あ、美味しいってなって、ゆいながおすすめの、なんか、お土産らしい。大阪お土産。タコパティも売ってた。そう。大きに、毎度。こんな感じ。甘いらしい。ユニアンおすすめらしい、これ。で、1個もらったらめっちゃ美味しくて。じゃあ食べてみたいと思います。食レポして終わりたいと思います。食べます。あ、その前に見せよう。たこ焼き。なんか、まあ、めっちゃたこ焼きなんですけど。うん、こんな感じ。めっちゃたこ焼き。全然たこ焼きの味じゃないです。なんかいちごみたいな味がする。なんかめっちゃ美味しい。ホロホロのクッキーみたいな。音いい？うん。うん。これユイニャン、ユイニャンのおすすめお土産らしいから、私も美味しかった。おすすめです。大阪の、なんかただのクッキーじゃなくてね、なんかホロホロしたなんか感じ、美味しいやつ。ユイニャンがおすすめのいちごのクッキーってもう実質奥沢じゃん。うん、うまいな。確かに。確かに。そんな感じです。今日買ってきた大阪のお土産でした。
陸王寺はたくさん食べました。ミシェルボーイさんありがとう、トンボさんありがとうございます、クニさんかわいいありがとう。ではではそろそろ終わりたいと思います。ありがとう、久しぶりになんかゆっくり1時間ぐらい配信した気がする。ありがとうございました。今日見に来てくれてありがとう。今絶賛お話し会受け付け中なので、気になっている方はぜひ待ってます。今日来てくれた方ありがとうございました。楽しかったです。セレモニーもありがとうございました。13位クモハありがとうございます。12位ヒーくんありがとうございます。11位アンちゃんありがとうございます。10位ニョッキンミルさんありがとうございます。9位コテチュンありがとうございます。コテチュン。8位ヤスベさんありがとうございます。7位ユニバースさんありがとうございます。6位ションちゃんありがとうございます。5位みやびさんありがとうございます。4位山猫坊主さんありがとうございます。3位まきまきさんありがとうございます。2位は31さんありがとうございます。ありがとうでした。会いに来てくれてありがとう。今日ありがとう、ありがとう。1位はマッツンさんありがとうございます。嬉しい、マッツンさんありがとう。にゃん、また会いに来てね、マッツンありがとう。タワーありがとうございました。皆さんもありがとうございました。また見に来てください。おやすみなさーい。